懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられます。不審な行為を見かけたら劇場スタッフまでお知らせください。ノーモア映画泥棒。また市販の音楽や映像が違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードするのも犯罪です。